平松家は日記の家として知られる官務兵士だか宗王流の公家で西の東院寺喜びの次男寺洋を外する道場家。江戸時代の家録は200国、明治時代以降は四尺。価格は名家で江戸時代後期の平松時明が聖二県大納言に上ったのを例外として、歴代当主の極意巨官は聖二県中納言。代々江門氏を務めたほか。 さらに、偽装、陰天装、日光礼兵士に就任する者も出た。この家の彼へ。居所は、サイン参庁。お大寺は十年寺。江戸時代初期に、西野東院家の西野東院寺喜びの次男、平松寺洋が分家して、家を起こす。二代、平松寺洋は、この江元広と信仰が深く、その娘、この江広子が、 甲府徳川家の徳川綱豊と,と縁組した際には、形式的に、広子を養女に迎えている。その際、平松家の演祖平心藩の日記、平藩記の一部を元広より譲り受けている。平野神社拝殿の三十六セニ絵は、治療の寄身である。なお、治療の後は弟時方が継ぎ、治療の故業豊は、石池として分家した。三代、平松時方は、 野宮城記らと並び夕食古日に詳しく、夕食四天皇の一人に数えられた。朝廷では、この絵家と島津家とのパイプ役として活躍していたことも、あり、島津家や薩摩藩カローラとの関係が深かった。また、平松家の女子は、平松時方の娘が、西丸大丈郎、平松時行の娘が、十大将軍、家春月上郎年寄り、平松自門の娘、 特子、いつが上郎として将軍家に仕えた。母親戦争の際には、平松時康が、仁奈寺宮、吉明新郎に随行、その先行により、昇天六五十国が与えられた。後に時康は、川畑実文、秋月主樹、山内と生、大木町金太原と、家族有志の団体で、日本最初の政治結社である通り感謝の発起に参加しているが、これが、 家族会館の前身となった。平松家に代々伝わった朝廷関係の記録文書や国文学の写本などは京都大学附属図書館に平松文庫として所蔵されている。中でも平安期、反国期、友信期は重要文化財に指定されている。他にも刊行されている古典文学作品の定本となっているものも少なくない。またいど。 明治時代の区下家族資料2076点が国文学研究資料館に山城国境と平松家文書として保管所蔵されている。国立歴史民族博物館の旧高給料取り調べ帳データベースより算出した幕末期の平松家料は以下の通り。ありがとうございます。